え？一人？違う違う、一人じゃないよ。まあね、ハロウィンだということもあってね、今日はお友達が来てます。カッパくん、女の幽霊、座敷わらし、そして、まあ、ここだけの話、UFO も来てますよ、上に。で、カッパくんは水の中じゃないと苦しいので、そこ、この亀の水槽の中にいますよ。で、女の幽霊は普通の人には見えません。私が霊媒師だから見えます。そこいますよ。そこに。で、座敷わらしは天井にいます。まあね、僕がね、霊媒師だから仮装パーティーとかしなくてもいいわけ。ね、友達みんな呼んじゃうと来るわけ。みんな仲いいから。人間とかお化けとか妖怪とかの隔たりを捨ててみんなで盛り上がろうってことで。ね、楽しいよ。寂しくないよ。見えるよ。まあね、君はね、普通の人間だからね、見えないと思うよ。一緒に飲んでく？今日はね、カッパくんたち友達のためにいろいろな料理を用意したよ。鶏肉、煮込んでソースをかけただけ。その煮込み汁に塩をちょっと入れただけ。豆、アーモンドとかくるみとか。あ、トマト出すの忘れてた。トマトね、298円もしたから2日に分けて食べますね。今トマト高いからね。それでは、ハッピーハロウィン。